今年の春に陸上自衛隊に入隊した女性自衛官たちが実弾の射撃訓練に臨みました。実弾の射撃訓練を行ったのは、先月陸上自衛隊東北方面隊に入隊した女性自衛官およそ90人です。現在教育期間中の新入隊員たちは、自衛官として必要とされる基礎的な技術や知識を身につける訓練を行っています。今日は2回目となる実弾射撃の訓練で、隊員たちは真剣な表情で200メートル先の的に1人当たりおよそ20発の実弾を打ち込んでいました。緊張はかなりしました。深呼吸をして肩とか足をリラックスさせることに集中しました。この教育機関で学ぶこと、基礎的なことをしっかり学んで、その自分に足りないところを伸ばしていって、その舞台でもちゃんと活躍できるような自衛官になりたいです。新入隊員たちは10月から東北各地の駐屯地に配属される予定です。